のくさんこんにちはそして暗号通貨に興味関心のある皆様今回ですね儲かったからといって手放しに喜べないってそんな話をしようかと思いますえ実はね夜澤敦さんがこんなことを言ってました僕はドバイにいるんですとドバイは非課税ですだから儲かったら儲かっただけ終わりなんですよ領収書も全然いらないですみたいなことを言われてましたねいやドバイってすごいですよね利益を上げても売り上げを上げても全く納税しなくていいんですよ おそらくですよ使った時に払う税金だけあるんでしょうねすごくシンプルですよねそうした方が納税する方も納税しやすいし徴収する方も税が一元管理なんですごく徴収しやすいんですよねこれだからどういうことかというとおそらくですよ商品を例えば1万円で買ったとしたらそれに対していろんな税金がなんか合算したら100%ぐらいでかかってるんじゃないですかね そうすると1万円の商品を2万円で買うような感覚ですそれによって全ての税金が入ってますよってことなんですよねだから売上が上がった時はもうすでに全部の納税が終わったようにしてまああのー、お金を受け取るみたいなとこじゃないかなと思うんですよ、うん、で日本にはね50種類ぐらいの税金があってそれが複雑に絡み合ってしかも二重課税三重課税になって襲ってくるんですよねだから売上を上げたり利益を上げれば上げるほどなんかね 深刻漏れのリスクがあるわけですよであとね申告漏れがないように細かく細かく計算しても税務署の解釈でこれは申告漏れですって言われればそこでも申告漏れになったりとかね脱税の、まあ、有罪になっちゃったりするんですよ。緻密にやっても結局は後付けでダメでですすって言われたらダメなんですよねそれについては三崎雄太さんとか堀江貴文さんがかなり痛い思いをしてるんであれを見ていただくとねもうなんかこう。 強制的にまあ、有罪にして金をもっと分取るみたいなこともできちゃうのがこの税制なんですよねだから金融庁はねもう本当に捜査権限も逮捕権限も持っているというねもう起訴されちゃうわけですからねもう圧倒的な力ですよだから儲かる人誰を生かし誰を殺すのか私たちの手に握られているってことなんですよそもそもですよ暗号通貨ってのは中央集権じゃないところの魅力だったのにこれじゃあ一体ね暗号通貨に 可能性を見出した私たちは一体何だったんだろうかということになってしまいます。いやあ、まり希望はできませんけども、FX 並みの分離課税になってほしいですね。ノックさんね。はい。そして相続税もありますよね。本当に困ったもんです。ありがとうございました。いってらっしゃい。